うちのこのクラス、インフルで学級閉鎖になった。先週半ばに子供からとんでもない話を聞いた。A 君朝からだるそうにしてて、でも体育も頑張って参加して。どうにも我慢ならなくて、給食前にもう無理って帰ったんだよ。でもお母さんを迎えに来なくて、お父さんが来たんだよ。なんで無理してきたの？って聞いたらお母さんが行けって言ったって。って、そんな子が3人もいたらしい。朝から明らかにおかしいのにパートを優先して子供を学校に行かせて。その子たちはみんな給食食べたくて半日頑張っちゃって。おかげで感染者がネズミ算的に増えちゃった。寒がっていたそのうちの一人に上着を貸した子も漏れなく移されていた。クラスの仕事を持つ親たちは大パニックらしい。今時の親って自分さえよけりゃいいっていう人が多い気がする。新型インフルの時みたいに毎朝検温とかって指示してやらないと。最低限のルールも守れないとか情けなさすぎ。結果自分の子だって症状を重くしたようだし、いいことないのに。ちなみにそのうちの一人の親は給食のおばさんだって。